通常のベストセラー作家の倍以上の数を用意しました。あさって復刊される天皇陛下のイギリス留学記テムズとともにが今日いち早く書店に並びました。この書店では村上春樹さんの新作より予約が多いということです。復刊に寄せて陛下は、遠くない将来同じオックスフォード大学で学んだ雅子とともにイギリスの地を再び訪れることができることを願っていると異例の言及をされています。陛下の次の海外訪問はインドネシアとすることで政府が調整しています。この頃生き生きしてたものね、天皇陛下ね、なんか自転車乗ったりしてね、